はい、皆さんこんにちは。はい、今日ですね、ちょっと、変わったことをお話しします。土地家屋調査士を目指す人へというですね。まあ、皆さん、今日はですね、試験直前です。ですから、まあ今ですね、まあ、最終のですね、追い込みに入っている方々がいらっしゃると思います。まあ、そういった方にはね、ちょっと とても申し訳ないんですけども、来年ですね、土地家屋調査士を受ける人、また再来年度土地家屋調査士を目指す人、そういった人たちのためにですね、今日はちょっと動画を作ってみたいと思います。今日はですね、そこで測量と調査士の勉強を両方できる学校というところですね、皆さんにご紹介したいと思います。その学校はですね、東京都北区王子にある中央工学校測量科です。まあ、今日はですね、その中央工学校測量科についてお話ししていきたいと思います。でその前に、中央工学校ってどういう学校なのかということを皆さんにちょっと簡単にお話しします。1909年創立です。もうかなり古いですね。古い学校です。明治42年の創立ということです。学校はですね、1号館から、まあ、23号館、まあ、中にはですね、もうなくなっちゃってる、まあ、建物もありますので、全部で、12校舎あります。で教員数が272名で、学生数が1467名で、卒業生が11万人を超えているというマンモス学校です。まあ、この学校の測量科を皆さんにご紹介したいと思います。この中央工学いやすいませんこの中央工学校測量科は、最新の実務、知識等が身につく実践的質の高い職業教育に取り組んでいるということなんですね。で科目、その中の、まあ、コースがですね、建築家とか建築工学科とかまたは建築設計家とか、その他にインテリア科とかあとはエンターテインメントの設営科っていうんですかね、まあ、そういった科とかですね、土木建築とかまた測量科、地理空間情報科あとは 3D CAD 設計科といった多種多様な、コースに分かれています。でその中で、測量科についてなんですけども、これは1年課程です。まあ、以前はですね2年課程とか3年課程があったんですけど今は1年課程のみということになっています。でそこで、この測量科1年課程を卒業すると同時に測量士法を取得することができます。でその後実務経験2年で測量士の申請をすることができるということですね。で測量科からさらに、まあ、測量科で、ね、卒業してさらに上の地理空間情報科という科に入って1年間学習すれば卒業と同時に測量士を取得することができるというシステムになってますね。ですから測量士を無試験で取得するにはこのコースが一番早いということになりますね。はい、それとですね夜間にも建築家とか土木測量家とか、何個かやはりコースがあります。でその中の土木測量家については2年課程です。でここについても2年でね、2年で卒業すれば卒業と同時に測量士法の資格を取得することができるということですね。で、その後実務経験2年間 で測量士の申請をすることができるということです。はい、その中で測量家についてこれからお話ししていきたいと思います。これは1年課程ということで1年間学習ということになります。まあ、この科は先ほどお話した通り卒業と同時に
測量証が取得することができるというんですね。でまたこの科はですね、どういったことを目的としたかしているかというと、測量に大切な知識、技術を基礎から学べること、あとはまた、実務に即した基本的なフィールドでの実習をすることによって、企業での即戦力を目指しているということです。土地科学組織の業務を行う上で、土地の確定測量における土地分泌登記、または土地の施設構成登記における積測量図の作成をする場合においては、不動産登記規則の77条の1項8号で原則基本三角点等によってその測量を行うことを規定していますよね。その三角点等によって測量したその引っかいての座標値を積測量図に記載しなさいということですよね。ということは、おのずと基準点測量の必要性が生じるということになるんですね。このような場合ですね、この科は公共測量の知識をしっかり教えてくれるということになるんですね。で、後に土地科学捜査所を目指す人にとってもとても勉強になるということになるわけです。まあ、よく言われる、資格を取ってから調査事務所とか、食料会社に入って食料を覚えばいいという話を聞きますね。で、例えば調査事務所に入って食料を覚えるということになった場合でも、例えばその事務所がですね、食料に強い事務所とは限らないんですね。まあ、ちょっと言い方悪いんですけども、そういった事務所があるんですよね。やっぱり建物メインでやられている測量調査事務所もあったりします。ですから、そこのね、資格者の方がどれだけ測量を知っているかということもいろいろと左右されるんですよね。例えばですね、一緒に調査士さんと、ね、他の調査士さんとこう一緒にジョイントしたりね、あとは事務所にですね、新入社員で入ってもらった子たちを、現場に連れてったりね、するときにですね、よく、見るとですね、測量に詳しくない人なんだなとか、または測量ね、のこと知らないんだなということもね、いう人も中には、いらっしゃいます。それをですね、見ればすぐ分かるんですよ。分かるんです。ですから、そういうふうにね、思われたくないとね、恥ずかしい思いをしたくないという人がいるんであれば、こういったところで測量の基礎的なことを、基礎からね、しっかりとね、教えてくれる学校に通うのが一つの手だと思うんですね。例えばですね、私なんかはね、一緒に、ジョイントしてやったり、あとは、他の事務所の、補助者をね、借りたり、した時にですね、よくあります。よくあるとかね、たまにあるんですけども、本当に測量のことを知らないとか、この人測量のこと勉強されてないなという人を見かけたりしますね。で、結構ね、びっくりしちゃうのは、トータルステーションをですね、三脚くっついたまま、そのまま担いで持っていく、レベルをね、持つような感覚で、それで持って移動していくという人をね、見たことがありますね。こういう人はね、測量のこと知らないんだろうなというふうに思ったりしますね。一つ一つの行動がね、そういったことできますので、測量のこういった学校に行ってですね、測量の基礎的なことを、をしっかりと、教える必要があるということですね。はい。また、この科ではですね、基礎的なその技術とか、そういった測量の知識を身につけるに一番だと私は思っています。先ほども同じこと言ってますけどね、一緒なんだと思いますね。はい。基本的にはね、公共測量の、そういった測量ですね、教えてくれます。で、土地の境界確定とかそういったものについては、やっぱりこういった学校ではなかなか教えてくれないので、あとはですね、自分で、数年間ですね、測量調査事務所に入って やっぱ教えてもらう必要もあるんじゃないかとは思いますね。はい。それとですね、この測量科を卒業して1年で測量司法
取得することができるんですけど、さらにその上のですね、地理空間情報化という、まあ、クラスもあります。そこも1年で、そこをですね、1年間、学習して卒業すれば、今度は測量士がもらえるというんですね。はい、それとですね、ここから言いたいことが、ね、ここから、まあ、ちょっと私は言いたいんですけども、この測量課にはですね、土地家屋捜査という、授業の科目があります。その土地家屋捜査というのは、土地家屋捜査試験をと同じ内容の学習をするんです。同じ授業をするんです。まあ、それを私がやってるんですけどね。それを私がやってるんですけど、同じ、内容の授業をします。まあ、私は、大手の、調査試験の、指導校の講師をやってたんですけども、まあ、そこから、まあ、今こっちのね、中央高校の方で、まあ、授業講師をやってます。中央高校の方で講師をやってます。残念ながらその土地家屋捜査という科目はですね、土地家屋調査試験を合格させる、まあ、科目ではないんですね。で、まあ、土地家屋調査試験を合格させる目的でもないんです。で、まあ、しかしですね、せっかく、土地家屋捜査という科目で、皆さん学習されているのと、まあ、せっかく私がですね、今まで、そういった指導校で、10年間ぐらいですね、身につけたそういったノウハウをですね、皆さんに、教えてあげようというふうに思っているので、土地家屋捜査士の指導校のですね、基礎講座と同じ内容の授業を行っています。で、内容はですね、総論、土地、建物、区分建物の内容で行っていますけれども、民法と調査手法と書式については授業は行っていません。しかし、民法は各論に絡むところありますよね。絡むところありますよね。そういった部分については、民法とその各論に絡む部分について、基礎的なその講義を行っているということです。調査試験の合格を目的としない、人も中にはいらっしゃいます。生徒さんね。で、その生徒さんの中にはまだ高校、ね、卒業したばかりの子たちもいらっしゃいます。もちろん、女性の方もいらっしゃいます。女性の方も、6人から7人毎年いらっしゃいますね。で、そういった方の中で、まあ、こういった試験をね、目的としてない方もいらっしゃいます。そういった方に理解してもらうために、その法律の規定というのを分かりやすくですね、理解できるように、細かくですね、根節丁寧にちょっとお話ししているということになります。ですから、授業の時間が通常の、まあ、基礎講座ね、各、指導校の基礎講座の、まあ、倍ぐらいかかっちゃってるということですね。ですから、まあ、私もね、そうやって教えることについては好きなんですけど、まあ、とにかくね、なんとか今までのその指導校と違いますので、本当にね、細かいところをね、丁寧に教えているつもりでいます。はい、だからね、もし例えば他の学校で指導校行ってて、もし私の授業を聞いたときに、あんまね、やきもきするかもしれませんね。そういったことがあるかもしれないという。あとはですね、入学した当時は、測量士法の資格をまず持ってません。だからその年の、10月はまだ測量士法の資格を持っていない状態なので、まあ、土地家屋調査士の試験を受けることができないですね。で、まあ、できないといっても午前中の、ね、測量士、ね、その司法の試験とあと調査士の試験、それを一緒に受ける人は受けられますけれども、土地家屋捜査士の試験だけというのは、まあ、測量士の測量士法の、ね、免除がない限り、測量士と測量士法の免除がない限りはやっぱり、受けなきゃならないということなんですね。で、去年ですね、もう測量士法の資格を持っていてですね、で、私の授業を受けて、10月に本試験を受けたときに、
択一13問取った方がいらっしゃいます。もちろん昨年の本試験は足切りが13問と言われていて、足切りの、足切りをですね、択一の足切りをクリアしたということですね。ただ書式等は教えてなかったので、書式については全然全くできませんでしたという方がいらっしゃいました。まあ、その方は今年合格するんじゃないかと思います。で、今年もですね、何人かを受けたいと、ね、まあ、受けるともう願書出している方もいらっしゃいますね。で、私この学校に入ってもう5年ぐらいなんですけど、まあ、毎年毎年ですね、受験する方が増えてきてます。で、まあね、本当にね、熱心な方がすごく増えてきてるんでびっくりしました。まあ、最近はですね、本当にね、熱心な方々が本当にいらっしゃってね、私の授業本当にね、よく聞いてくれて本当に嬉しいんですけど、ほとんど寝る方がいないですね。それだけ本当に熱心に聞いてくれてると思いますね。だから、ね、私がね、こう教えてる生徒さんたち皆さん可愛いです。大好きなんですね。だから、またね、10月の後期の授業ね、もうそろそろね始まりますけど、また皆さんとねお会いできるのが本当に楽しみにしていますね。はい、まあ、そんな、ね、関係でいます。はい、それとですね、まあ、時々ね、まあ、これをね、中央高校の方見てくれた方がいらっしゃればいいんですけど、時々ねくだらない私冗談言うんですよ。まあ、その時はね皆さん本当真面目で笑ってくれないんですよ。まあ、ちょっと笑ってくれないとか私の、ね、冗談がつまんないのかもしれませんけど、まあ、ぜひね、笑っていただきたいと思いますね。はい、はい、それですね、今日はですね、唯一、測量と、調査試験の勉強をできる、ね、学校を皆さんにご紹介しました。まあ、その学校は、専門学校の、東京、あ、すいません、その学校は東京都北区にある、専門学校の中央工学校測量科と、中央工学校の測量科ということになります。これから来年再来年と、土地科学指導士を目指す方にとっては、一つの選択肢に入れていただきたいと思います。あとそれとですね、もう一つはもう最近調査士を受ける方は全く測量をしたことがないという人もいらっしゃるんですよ。で、測量って実際失敗すると危ないですよね。危ないです。で、まあ、私もですね、以前日本橋で測量したときに5ミリで裁判を起こしたということがあります。まあ、私が起こす、訴えられたんじゃなくて私のね、まあ、所有者がですね5ミリで裁判をしたんですけども、まあ、そういったね、怖いことがありますよね。ですから測量というのは本当に、危ないんでしっかりとね技術を身につけてから行ってもらいたいと私は思っています。で、損害賠償もでかいですよね。本当にでかいです。ですからまずその前に、基礎測量の基礎を学ぶという意味で、とても、ね、いい学校なんじゃないかなとすごく私は思います。今日は、唯一測量と調査試験の学習ができる学校中央工学校の測量科のお話をいたしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。